はい。えっ、ー、と、では、12月分のマンスリーアップデートピックアップを始めさせていただきます。はい。えっ、ー、と、まず簡単に自己紹介させていただきます。えっ、ー、と、まあ、毎月マンスリーアップデートピックアップ担当させてもらっている西内と申します。えっ、ー、と、ネットゴムは、はい、2022年の11月に入社して、えー、まあ、主にお客さんのシステムの構築支援の業務に従事、従事しているというところになっております。 で好きなサービスはオーガニゼーションズです。えー、資格はそうですね、先月えと全部取り切ったというところで、全館達成しましたというところになります。はい。では早速、1個目からやっていきたいと思います。えー、とクラウドウォッチにおいて、メトリックスインサイトのクロスアカウントの利用可能にというアップデートになります。 えーマゾカドウォッチのクロスアカウントオブザーバビリティにより、えー、メトリックスインサイツを使用してリージョン内の複数のアカウントにまたがるアプリケーションのモニタリングとトラブルシューティングを行うことができます。一、えー、元的モニタリング用のアカウントからクエリを構築し、複数のアカウントのインフラストラクチャー、またはアプリケーションのメトリックスを集約できるようになりました。 えクロスアカウントメトリックスインサイツアラームを設定して、リージョン内のすべての操作アカウントで動的に調整することもできます。現在、クロスアカウントメトリックスインサイツはすべての商用 AWS リージョンでご利用いただけますという内容になっております。こちらですね、まずま、メトリックスインサイツに関して、これはどっちまあ触られる方だったらご存知だと思うんですが、ログをえとまあ SQL っぽい感じで,ですね検索がいろいろできると。 という機能になっております。まあ、結構詳細な検索とか条件をいろいろ細かく設定して検索するっていうときには非常に便利な機能になっております。で、それがまあ今回のアップデートによってクロスアカウントにも対応したという内容になっております。まあ、もともと複数の,の AWS アカウントのメトリックスをこう収集して、で、それを横断して閲覧とかっていうところはできたんですが、まあ、メトリックスインサイズまでには対応してませんでしたと。で、それがまあ今回 対応したという内容になっております。まあ、ですので、まあ、アカウントを横断して、さ、えー、まざまなメトリックスを見るといったことをやりたいユースケースがありましたら、まあ、こちらのアップデートが非常に便利じゃないかなというふうに考えております。はい、えー、続いてですね、えー、RDS のレコメンデーションのエクスペリエンスがアップデートという内容になっております。 RDS r e c o m m e n d a は d e b イスタンス、リードレプリカ、d Replica, Debi p などのデータベースリソースの推奨事項を提供します。新しいエクスペリエンスでは推奨事項が単一のリストで重要度別に優先順位付けされて表示されます。キーワード検索かカテゴリーや重要度などで簡単にフィルタリングできます。そのため簡単に優先順位付けを行ったり、不要な推奨事項をアーカイブしたりできます。ボタンをクリックするだけで設定の推奨事項、普のリソースに対して適用できます。 すべての設定の推奨事項は Amazon r d s コ o n s ルレ e メンデーションで自動的に利用可能となります。設定に関しての推奨事項は、東京含め15の商用リージョンで利用可能。パフォーマンスに関しての推奨事項は、東京含む16の商用リージョンで利用可能というアップデートになっております。はい。こちらですね。RDS にレコメンデーションという機能がありまして、いろいろ RDS の状況を改善していく上での推奨事項を提供してくれる機能になるんですが、えー、まあそちらのアップデートになります。で、まあ、アップデートの内容としては主に2つあるみたいで、えー、とまずはその単純に画面の,あの UI の感じが変わったとっいうところと、あと、えー、とまあ機械学習を使った、えー、とまあ推奨事項の、えー、と表示とってっところに対応したという内容になっております。でこちらはちょっとまあ実際の画面をお見せしようと思うんですが、 えー、はい、これ、えっと、RDS のコンソールの画面になっております。で、えっ、ー、と、レコメンデーションはですね、えっ、ー、と、こちらの、えっ、ー、と、左のメニューから、一番下を選ぶと、えっ、ー、と、出てきます。まあ、ちょっと、まあ、今回用に適当に RDS だっただけなんで、あんまり、ちょっと、接種の事項とか出てきてはいないんですが、まあ、こんな感じで表示をされております。 で、もとこんな形の UI ではちょっとなかったみたいで、まあ、ちょっともうすでにアップデート入って UI 切り替わっちゃってるんで、あの前のバージョンの UI は見れないんですが、えー、っと、まあ、まここでまあそうですね、あの推奨事項の状況ですね、アクティブなものなのか、まあ、解決したものなのかっていったところが、えー、っと、まあフィルタリングして、で、まあもしくは全部表示っていったことができるようになってるんですが、元々の UI ですと、それがタブで分かれていたと。 というところになっていたそうです。なので、ま、解決済みのものを見たかったら、解決済みのタブを押して、で、解決済みの内容だけ表示みたいな形だったんですけど、それが、ま、今回改善されて、えっと、ま、一覧として表示することも可能ですし、ま、こうやって絞り込みで、えっと、ま、有効なものだけを表示したいとか、で、ま、あと、時間帯とかですね、ま、期間によって絞り込みといったことも、え、可能になったというアップデートになっております。 それに加えてですね、ここに対して、機械学習を使ったえまあ分析による推奨事項の提示っていったところも、今回追加されたそうです。ちょっとまあそちらに関してはあんまりちょっと公式化の情報があまり出ていないところではあるんですが、ちょっと推測も入るんですが、ここの文言にですね、デブオプスグールをえーとまあ有効化している場合は、 えっと、ま、そのデータベースに関する推奨事項が、えっと、ま、新たに追加されますよみたいなことが、えっと、ま、英語で書かれておりますというところで、ま、もしかしたらその機械学習っていうのは、この裏側で DevOps を、d e v o p s g o o ですね、を使ったまあ推奨事項が、えっと、ここに表示されるんではないかなというのが、ま、ちょっと私のちょっと個人的な見解なんですが、考えているところになります。で、ま、ちなみにですね、d e v o p s g ル o g l の方はですね、 えっと、RDS のパフォーマンスに関するメトリックスを収集して、で、まあ、そこからアクティブなセッションの急増とか、あとメモリの問題っていったところを検出してくれる機能になっているので、まあ、そういったものが、まあ、こちらのレコメンデーションで表示されるんじゃないかなというふうに考えております。はい。えっ、ー、と、では、パワーポイントの方に戻りまして。えー、続いてですね、えー RDS パフォーマンスインサイツメトリックスが推奨事項を生成し、通知可能にというアップデートです。えー、推奨事項を生成して、データベースインスタンスを継続的にモニタリングし、えー、将来データベースの状態を低下させかねない潜在的な問題を検出します。問題が検出されると、その性質と問題を軽減するために実行できる具体的なアクションに関する説明の記載された新しい推奨事項が生成されます。 データベースパフォーマンスのチューニングとモニタリングを行うための機能で、データベースの負荷を視覚的に評価し、いつどこに措置を講じたらよいかを判断するのに役立ちます。推奨実行はパフォーマンス印刷の有料利用枠をご利用いただいているお客様に提供され、東京を含む16の商用リージョンでご利用いただけますという内容になっております。こちらもですね、RDS の改善に関するアップデートになっております。 で、えっと、パフォーマンスインサイツですね。こちらは、はい。あの、先ほどのやつとはまた別の機能になっておりまして、こちらもちょっと画面でお見せしたいと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、先ほどのこれがレコメンデーションの画面で、パフォーマンスインサイツですね。えー、っと、こちらの画面になります。で、えっと、これはちょっと自動で パフォーマンスイーサイトは自動で有効にならないので、えっ、ー、と、ま、明示的に有効っていうのをやらない、やる必要がありますで、まあ、さらに無料利用枠と有料利用枠っていうのが2つ分かれているんですが、えっ、ー、と、ま、今回アップデートが入ったのは有料利用枠、有料利用枠の方に対してのアップデートになっております。で、まあ、このパフォーマンスイーサイトですね、RDS のパフォーマンスに関するデータを集計してですね、で、まあ、コンソール上で可視化してくれるサービスとなっております。 で、まあ、負荷の原因を特定して、まあ、性能を改善したりするのに役立つものになっております。まあ、こんな感じでですね、まあ、なんか、IO スルプットですとか、CPU の使用率とか、そういったものが、こうやって、メトリックスとして、えー、表示して、視覚化してくれるという内容になっております。で、こちらに対してですね、推奨事項を生成して、通知が可能になったというアップデートになっております。えー、まあ、ただですね、えー こちらもですね、公式のドキュメントを見た限りですと、まあ、パフォーマンスイ刷に対してのアップデートなんですが、ここにその推奨事項が表示されるわけではなくて、こちらのレコメンデーションの方にですね、えー、っとそういった推奨事項が表示されることになっているそうです。で、まあ、ちょっと今回はですね、パフォーマン,にパフォーマンスに関する推奨事項は、ちょっとこちらの画面では表示できてはいないんですが、まあ、仮にこれが パフォーマンスに改善する推奨事項だったとした場合にですね、選択して、えビューディテールっていうのを押してやると、えー、とまあどういった点で、えーとまあえー、と良くないことが起き,ている起きそうかっていうところを、えー、こちらで表示してくれる内容になっております。で、さらに、どういった改善を行ったらいいのかっていうのを、えー、とまあ教えてくれる、えー、アップデートになっているということになっております。 まあそうですね。で、まあ、特に特徴的なのが、その、こちらのまあパフォーマンス察まあいろいろこう、こんな感じでですね、えっ、ー、と、まあ、セッションが増えているとか、そういったところ見れるんですが、今回のアップデートによってですね、えっ、ー、と、まあ、その事前に、えっ、ー、と、今のままだと、あの、なんか、CPU がいっぱいいっぱいになっちゃうから、ちょっと早めに対策した方がいいよっていうのを、事前に教えてくれる、えっ、ー、と、アップデートになっているそうです。えー、ですので、 まあ、あの、あれです使っていて、絶対にこう落としてはならないとか、そのパフォーマンスで、えっと、ま、負荷を、えっと、大きくしないために、常に監視が必要みたいなときは、今回の、えっと、機能が非常に役に立って、まあ、事前にお対策を打てるんじゃないかなというふうに考えております。はい。えっ、ー、と、では、スライドの方に戻ります。 はい。えっ、ー、と、ここからいくつかアップしてご説明していきたいと思います。えっ、ー、と、すみません。えっ、ー、と、AWS が iOS 用 AWS コンソールモバイルアプリケーションで AmazonQ がプレビューで利用可能と発表という内容になっております。えっ、ー、と、まあ、AmazonQ ですね。えっ、ー、と、まあ、チャットベースの生成系 AI で、えっ、ー、と、まあ、AWS のことに関していろいろ聞くと教えてくれるという内容になっております。 で、それがですね、えっ、ー、と、今、プレビュー版で、えっ、ー、と、ま、ブラウザ画面の、あの、ところからプレビュー版が利用できるようになっているんですが、今回、その iOS 用の AWS コンソールモバイルアプリの中でも、えっ、ー、と、ま、Amazon Q が利用でき,るようになできるようになったというアップデートになっております。あまあ、ですので、ま、一緒で触ることもできるんですけども、まあ、すでに、こう、iPhone の方に、あの、AWS のアプリ入れている方は、ま、より手軽に、 AmazonQ を試してみるということができるというアップデートになっております。で、まあ、Android の方はもうすでに対応済みということになっております。で、その下ですね、AWSDMS がターゲットエンドポイントとして DB 通用、DB2、え、用、ー、AmazonRDS のサポート追加という内容になっております。えー、まあそうですね、DMS はデータマイグレーションサービスの略になるんですが、えーと、 かでで、ね、新たに DB2 っていう、えー、データベースエンジンに対しても対応するようになったというアップデートになっております。まあ、この DB2 ですね、えー、と昨年の、えー、とリーインベントで、えーとまあ、新たに RDS が対応したよという、えー、ものなんですが、えーとまあ、そちらに今回 DMS が対応したというところですので、まあ、あ DB2 を、えーとまあ普段使われている方には、まあ、RDS に移行するにあたって非常に えっと、便利なアップデートなんじゃないかなというふうに考えております。続いてですね、えっ、ー、と、ラムダ関数のスケールアップが12倍高速にというアップデートになります。こちら、はい、あの、まあ、タイトルの通り、ラムダの関数のスケールアップが、えっ、ー、と、より高速になったというアップデートになっておりまして、えー、ま、10秒ごとに1000件の同時実行の速度にスケールアップするようになったというそうです。 えですので、まあ、急激なスケールアップにも対応してくれるようになりましたので、ラムダを使っていく中で,です、ね、急激なトラフィックの増加とかといったところにも、えー、とまあより早いタイミングで対応してくるといいますか、死、ま、体、あ、あなく、えー、処理してくるようになったというアップデートになっております。でその下がラムダで、ラムダコンソール経由での RDSOB、RDS プロキシーへの接続が簡単にというアップデートになっております。 えまあそうですね。ラムダから RDS とか RDS プロキシーに接続することが、まあ、あの、機能としてあるんですが、えー、それの設定ですね。が、まあ、これまで RDS 側の画面からしか設定ができなかったそうなんですが、まあ、今回、その、それがラムダ側の画面からも、えー、ラムダのコンソール画面からも設定が可能になったというアップデートになっております。で、それに加えてですね、えー、VPC とかセキュリティグループの設定っていうのも、このラムダと RDS、 の、えー、と接続をするときに設定する必要があって、まあ、RDS プロキシでしたら、ま e c r e t s m a n a g e とかっていったところも、えー、と設定することができるんですが、それが、えー、と今まで手動で設定していたところを、えー、とまあ自動で設定してくれるようになったそうです。えー、ですので、まあ、そういったラムダと RDS の接続っていったところを、えー、と利用されるとか、これから設定するっていう方には非常に便利なアップデートなのかなと考えております。 はい、続いてですね、クラウドシェルが Amazon Linux 2023に移行というアップデートです、えー。こちらはですね、クラウドシェルを実行している、まあ、ベースの、えー、インスタンスの OS がですね、Amazon Linux 2023に、えーまあ、移行されたというアップデートになっております。えーまあ、こちらですね、まあ、OS が変わるっていうところで、まあ、実際にその中、例えばない、あのインストールされている Python のバージョンとかっていうところも 変わってきたりしますので、えー、とまあこれまでクラウドシェルで何かしら、こう、デプロイ作業ですとか、そういったことを行ってきた方はですね、えっ、ー、と、ま、事前にちょっと、そういった差分によって、ま、何か、えっと、影響がないかといったところを、えっと、事前に調べていただくのをお勧めいたします。はい、えっ、ー、と、その下ですね、ラムダがクォーターモニタリングを向上させる追加の同時メトリックスをサポートという内容になっております。 えこちらですね、ラムダの、えー、と同時実行に関して、えー、と見るための新たなメトリックスが追加されたという内容になっております。えー、まあこれまではですねその予約済みの同時実行とかっていう、こう事前に予約している同時実行のほうと、現在実行している同時実行の数、それぞれ別でメトリックスが、えー、と提供されていまして、えー、とそれを合わせたものが今までなかったと。 で、今回、それらの同時実行数、予約しているものと、現在実行している同時実行数、すべてを、えー、合わせた数を監視できるメトリックスがサポートされたという内容になっております。えー、ですので、まあ、それを見ることによって、同時実行が現在、トータルでいくらぐらい、自分のラムダやる,やるかっていうのを見ることが可能になっておりまして、でそれによって、上限の緩和申請といったところに役立てられる、えー、内容になっております。 えですので、ラムダの同時実行数に関して、まあちょっとどあの上限いくんじゃないかっていう不安になっている方は、こちらのメトリクスを見ることによって、そういったところえ役立ってられるんじゃないかなと考えております。はい。えっと、続いて、ラムダが Python 3.12のサポートを追加という内容になっております。こちらは、はい、タイトルの通りになっておりまして、まあおそらく順次、 パイソンの古いバージョンの、えー、とランタイムもサポート終了していくかと思いますので、まあ、早いタイミングで、えー、と新しいランタイムに移行していただけたらなと思います。で、一番下ですね、Kinesis Data f i r e h o s e が回答された CloudWatch ウウログズへの送信先への配信のサポートという内容になっております。えー、こちらですね、CloudWatch ウウのログを S3 とかに配信するときにですね、Kinesis Data f i r e h o s e を え、ま、経由するっていうことがあると思うんですが、その時に、えっ、ー、と、クラウドウォッチログズのデータが、えっ、ー、と、まあ、圧縮された、えっ、ー、と、データ形式で、えっ、ー、と、キネシスを経由して、すぐに配信、まあ、されていましたので、えっ、ー、と、まあ、その実際のロゴを見ようってなると、えっ、ー、と、まあ、途中でその回答を行う処理っていうのを、どっか視野で、えー、入れてやる必要がありましたと。で、それがですね、今回不要になったっていうところで、まあ、回答した状態で、えっ、ー、と、まあ、 ログを送信することが可能になったというアップデートになっております。えー、ですので、まあそういったユースケースですね。クラウドウォッチのログを、えーまあ、S3 とかに配信して、で、それを、えっ、ー、と、まあ、アテナとかで見るみたいな、まあ、そういったことをされている方には、えっ、ー、と、まあ、実装の手間が一つ減った、えっ、ー、と、まあ、便利なアップデートなのかなと考えております。で、えっと、 と、一番上からですね。えっと、Amazon Aurora が PostgreSQL 15.5, 14.0, 13.13, 12.17をサポートという内容になっております。えっと、こちらは、はい、タイトルの通りになっておりますので、えっと、まあ、こちらの、まあ、新しく、えっと、まあ、定義を立てられるという方は、より新しいバージョンの、えっと、ものを採用していただけたらなと思います。で、 その下ですね。クラウドウォッチネットワークモニターの一般提供開始という内容です。こちらはですね。えー、と、AWS とオンプレミス環境間のネットワークのパフォーマンスですとか、可用性を、えっ、ー、と、リアルタイムで監視してくれるサービスとなっております。えー、ですので、まあ、VPN ですとか、ダイレクトコネクトを貼っているっていうところで、えっ、ー、と、まあ今回のサービスを使ってかす監視っていうと,ところが可能になりました。えー、なので、 まあ、あの、AWS とオンプレ両方みたいな感じでハイブリッドで使われている方には、まあ、こちらのアップデートが非常に便利じゃないかなというふうに考えております。で、えっと、こちらはそうですね、東京で利用可能で、大阪臨時はまだ対応していないといところになっております。で、最後ですね、AWS メインフレームモダナイゼーションサービスが新たに4つのリージョンで利用可能にと。 いう内容ですこちらは追加されたリージョンの中に、えー、と大阪リージョンが含まれているというアップデートになっております。うん、で、えっと、こちら、まあ、AWS メインフレームモダナゼーションですね。あまり聞いたことないっていう方もおられるかもしれないんですが、えっと、まあ、2021年のリーイベントで発表があったサービスになっております。で、まあ、メインフレームっていう名前も、まあ、もしかしたらご存じない方はおられるんじゃないかなって思うんですが、 えとまあ、結構昔のシステムで使われていたマシンになっております。まあ、結構自分は、あれですね、あの、年配の方とかから、なんか今時の子はメインフレームなんか触ったことないっしょみたいな、まあ、言われたりとかして、いや、ないっすねみたいな話をしたことがあるんですが、まあそういったシステムになっております。で、言語もなんかボールで動いたりみたいな、そういったものなんですが、 まそのメインフレームの行動をですね、自動で Java にリファクタリングして、で、e c 通常で動作させるようにしてくれる、えー、とサービスが、このメインフレームモダナイゼーションという内容になっております。えー、AWS ですね、非常にこういった古いシステムに対してもですね、対応して、クラウドに移行するというところをサポートしていっているところで、まあ、非常にカバー範囲が広い、えー、まあそういった AWS を象徴するサービスなんじゃないかなというふうに思います。 えー、今月のアップデートご紹介としては、はい、以上となります。